ですからまあ、ここだけなんか切り抜きにしても気がするけど、なんて言ったらいいのかな。鉄道会社を応援しようみたいなね、やつでね、いろんな方法があるじゃないですか。どの方法が一番コスパいいのかなっていうのをね、ちょっと考えてみたんですけど、あんまりそういや笑いながらにやり方もあるなと思って、ちょっとね、そこら辺の話をしようかな。皆さんだと、何がパッと思い浮かびますか？鉄道会社を応援しようって言ってね、なるので、まあ、まず一般的にね、よく言われるのは、電車に乗りましょうですよね。電車に乗って、いわゆる乗り鉄的な、ところで、応援をしましょうよっていう。まあ、簡単に言うと、鉄道会社さんにどうやってお金を落とすかっていうところの話なんですけど、まあ、乗車券を買って、まあ、フリー切符を買ってね、乗って残しましょうっていうようなやり方があるんですけど、これね、一つだけね、ちょっと穴というか、これはもう JR、特に JR なんですけど、JR のね、ところで、良くない、ところがありました。まあ、これはもうね、鉄道関係ではよく言われてる話ではあるんですけど、いわゆる運行件数の計算をするときに、フリー切符で来た人数えないよ問題っていうね、ところがあるんですよ。青春18切符とかでね、乗って、これでね、うちもここ乗ったし、旅してね、一つ貢献になったなって言って、まあ、それはね、そういう風にして行きましたよっていう風にね、話をすることでまたね、利用格差にもなるんで、まあ、全くもって、ね、効果がないわけではないし、実際に乗ってるっていうのは大事なことですからね。乗る人がいないと始まりませんからねっていうところなんですけど、ただ、これ二つ問題があって、いわゆる、観光、単純に利用してても観光需要だとね、やっぱし結局通勤需要のないところの観光路線ってめちゃくちゃ維持が難しいと。観光の時になったら特急で観光特急とかにね、ガンバン人も乗ってね、儲からんやないのって思うかもしれませんけど、基本的に観光って週にしかないんですよ、チャンスか。土日しかないんですよね。で、まあ、場合によっては、場所によっては、日帰りが難しいところだと、どっちか一日だけに限られるとか、いうような感じになってくるわけですよね。ですから、基本的に週にしかない、チャンスが週にしかないよっていうところ。逆に言うと、通勤中って週5ありますから、週5日乗るわけですよ。ってなると、やっぱし、通勤需要とかビジネス需要を持ってるところが圧倒的に強い。どんなに新幹線もでね、有名な観光地をわーっと通したところでね、一番新幹線で需要があるのは東京名古屋間なんですよね。東京名古屋、東京大阪、新大阪間、ここがもう一番需要が強い。これはもう圧倒的すぎるんで、これなんでかって言ったらビジネス需要が多いからですよっていうことなんですよ。ですから、やっぱビジネス需要には勝てんよっていうところでいくと、そこのところが難しくなってくるっていうのが一点と、まあもう一つはさっきちらっと出てた、運行件数の計算方法の問題ですね。これがかなりちょっと、実は癖があって、あれって絶対的な数字みたいに、言われがちなんですけど、まあこれ鉄道関係、ね、鉄ちゃんだったら当然知ってるよって話なんですけど、一応鉄、うちのところはね、あんまり鉄の詳しくない人も見に来てるよっていう前提なんでね、ちらっと話をしておくと、運行係数の計算方法って、かなり難がありまして、例えば、フリー切符を利用していきましたよっていう場合。よいしょ。そっか。フリー切符を利用した場合だと、あれなんですよ。利用した人のところには基本的にカウントされないんですよね。フリー切符での利用っていう感じなんで、運行件数の計算には入ってこないんですよ。で、そもそも運行件数があんまり知られてないから、運行件数っていうのはいわゆる、その路線が赤字か黒字かを示す指標ってなってて、100円を稼ぐのに一体いくらかかるのかっていう数字ですね。ですから、運行係数が100ってなってる場合は、プラマイちょうどゼロ。100円稼ぐのに100円計画になりますよってことですね。
で、これが80とかだったら100円を稼ぐのに80円で済んでます。だからこれが黒字路線っていうやつになっちゃって、これが赤字路線ってなってくると150円とか200円とかってなってると、200だとかなり大赤字路線と言ってますよね。で、クズ流行線って多分500とか言ってるんでしたっけ？かなり運行高いですよね。で、アスラロー鉄道とかが、分離前は300とかって言われてたかなっていうような感じで。これが、この数字が100円稼ぐのに300円もかかるから結局ダメだよっていうふうになってるんですけど、これまもう絶対的な水準で見られてるんですけど、そもそもこの計算方式にフリーキップで利用してる人は一切入ってないとかっていう問題がある。でもう一つが、例えば、福井から、九頭竜湖まで1100円くらいなんですよね。往復2200円くらい入れたのかなっていうところなんですけど、ここを利用するときに、普通なら、いわゆる近距離切符みたいな感じで、まあ、1100円のでね、額面だけ高いの切符を買って、乗る形になるんですよね。まあ、もしくは多分、まあ、ここはいい子かとかないんであれですけど、いくかでね、ピッピッピッとしてね、使うようなやつとかもあったりしますけど、実はこれ非常に、いくかってどうやってるのかちょっとわからないんだけど、普通に近距離切符で切符を買って乗る場合は、まあ、切符を買ってちゃんとここまで乗りましたよってね、駅員さんに渡してね、はい、ってかね、改札金ピッてとかね、やったから、さあ、ちゃんとこの路線に貢献できたと思うんですけど、実はこれすっげえからくりがあって、例えば、福井駅から、切符を買って乗った場合、それは北陸線の運行件数に入っちゃうんですよ。1100円出してね、実際にクズ流行線に乗ってても、初駅で近距離切符を買ってると、その幹線路線、幹事路線の運行件数に入っちゃうんですよね。ですから、切符を買って乗ったって、運行件数に反映されないんですよ。だから、めちゃくちゃ不利なんですよ。支線ってだけで。だから、まさか、視線の、ですが、重複してるところだと、それがアウトで、ですが、松坂駅から、普通に、近距離切符、普通に売ってる何円って額面だけ書いてある切符ですね。あれを買って、乗っちゃうと、1500万円乗っちゃうと、1500万円でこんなに貢献したよって思うかもし、実際そうなんですけど、運行件数の計算上は、関西線、規制線か、規制線の利用の方のカウントに入っちゃうんですよね。うん。だから、あの運行件数の計算自体がどうなのっていうふうに、まあ、地方自治体とか特にね、それで赤字苦しんでるとか、こんなに赤字になってって言われたとか、いやいや、ここの計算入れてないでしょ、あんたらっていうので、結構問題になったりするけど、直接がね、あくまでも決めたやつなんで、これね、地方自治体も言いにくいところがあるんですよ。やっぱ、お役所なんで、お上なんで、役所って絶対的に気に国が強いですからね、国がこうと言ったら白も黒になっちゃうっていうね、ところがあるんで。っていうのがあるんで、そこのところをしっかりと押さえておきたいところですね。ですので、その、実際に地方のその、ところでやってる人たちは、フリーキップで来た人たちに、ぜひ、記念でいいから、入場券を買うとか、そのね、末端の駅で入場券を買ったり、あとは、その、一駅区間だけでいいんで、そこの切符を、売ってる、切符売り場があるところだったら、ね、切符を、買ってもらえませんかっていうような、ことをやってるっていうのは、それでないと、運行件数に入らないんですよ。フリーキップでね、全国から乗り通してましたよって言われても、運行件数のところの計算に入らない。いやいやいや、赤字のまんまじゃないですかってなっちゃうの。うん。いう問題があるんですよね。ですので、計算方法に乗る方法としては、いわゆる、区間指定の、切符の買い方。長距離切符とかではね、よくあると思います。新幹線の切符とか、青い切符を買うときなんかそれになってるんですけど、丸駅から丸駅まで、何線経由で行きますみたいなとか、ずらずらーと書いてある切符っていうのがあるんですよね。実際にうちだと、五日市駅と四日市駅を間違えてしまったっていうときに、その切符買ってます。で、そのね、やつとか見ると、ずらずらーってなる。これが実は、近距離のやつでも買えるんですよ。あそこだ。月ヶ瀬駅から鴨駅まで乗ったやつ。あの時に、たまたま友人会、窓口が開いててね。それでちょっと、ね、2駅間だけだったんですけど、月ヶ瀬だっけ。
あ、違うか。まあ、以外のところですね。あそこから乗ったときですね。うん、まあ、そんなような使い方もあるんですよ。で、そっちの方の場合だと、そう、区間が指定されるんで、私はここからこの路線を使ってここに行きますっていうのが決まってるんで、まあ、ですから、いわゆる、大回り乗車みたいなこともできなくなってるんですよ、大阪とかだとね。ですけど、その代わりに、私はこの路線に乗りますって指定するので、運行係数計算的にはあれは入るはずなんです、ちゃんと。そっちの路線の方に。ですから、わざわざそっちでちょっと買わないと、買った方がいいかな、とか、うん、いうのがありますね。っていうのがあるんで、まあ、結構乗車してやる場合には、貢献したと思うとでも、計算上はなかなか入れないってことになります。ちなみに、これは鉄道会社さんでも、うん、そこのところの運行係数の、問題を認めているところもあるんですよ。JR 東海が典型的な例で、ね。なんで JR 東海名称線とかって一体どんだけ運行係数高いんだとかと思う、うん、ところなんですけど、実は、公表されてないんでわからないですね。で、JR 東海が公表しない理由は、いや、こういうとこ、こう、まあ、要はそういうことなんで、これを頼りに廃止路線を決めるのは、正直あまり意味がないよっていう、あまり効果がないって、よっていう言い方ができるんですけど、まあ、これは、まあ、東海道新幹線っていうドル箱を持ってるから、ね、そんな言うふうに言えるんちゃうかみたいなことも言われますけど、まあ、逆に言うと、そういった、東海道、ね、新幹線を使って、ね、やってもらった。で、また、その先のところですね。ですから、東京から名古屋まで来てもらったよとか、新大阪、まあ、新大阪だとちょっとまた話変わってくるんですけど、名古屋まで来てもらったよってなった時に、そこからね、沿線にどうやって行くのか、沿線確保とかね、楽しんでもらうとき、どうした方がいいのかって言われたら、JR 使ってもらいたいわけですよ。なんですけど、基本的にこっちの方だったら近鉄が強いし、JR 降りたところからだと、新幹線でね、降りたところからだと、名鉄が強かったりする。名鉄、近鉄っていう、でっかい、大手線がドンと構えているんで、そこがめちゃくちゃ細かく視線を張り巡らしてるわけですよね。で、そこと対抗していくっていうことを考えると、総合力で考えたときに、この運行係数の、計算方法で、あ、ここ赤字だからねって切っちゃうと、余計にね、その、私鉄の方の、利用が、とかね、あとはマイカー利用とかがね、便利になってしまうんで、結局自分の首を絞めかねないっていうところとか、これ結構総合的な判断するんですよね、JR 東海は、うん。っていうのもあって、実際にそういうふうにして、運行係数で、その廃止路線を決めないっていうところもあります。逆にまあ、JR 西日本とか JR 東日本とか、JR 北海道とかもそうか、は、かなりそっちの、運行係数の、に重点を置いてるなっていう感じがありましたね。あ、で、そうだ。大山なら一回入っとこう。トイレ行こう。こっから先抵抗なんでね、その下道に降りるにしても、上に行くにしたって、実はしばらくないんですよ。サービスエリアがね。で、なんだったっけ？乗り鉄でやる場合はそこはちょっと気をつけた方がいいよね。まあ、でも実際に乗るっていうのはやっぱし、利用人がいてね、やっぱなんぼなんで、その観光の方がやっぱし、に、許可を取られっていうのはありますけど、でもとりあえず乗るっていうのはすごくいいことだと思うんで、私もどっちかというと、乗る方のね、あれですから、まあ今日はちょっと車で移動してるんであれですけど、一応そのあたりとかを抑えて、その、乗って旅をする、乗り鉄的なことをするときは、そこら辺を抑えておくといいのかなと思いますし、まあ、鉄路会社さん的にはね、にはね、そこのあたりのところをね、ちゃんと、話した対応をして、そのローカル路線のね、ところの判断をしてもらった方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね。まあ、まあ、難しいところですけどね。さあ、さあ、なあ、なあ、なあ、ああ、固定してないから、変な方向向いちゃった。変な方向向いちゃった。さあ、トイレだけしてこよ。大山田のパーキングエリアですね。よいしょ。ここすぎるとね、本当にないですからね。よし。で、
じゃあね、乗り鉄のね、ところであれだったら、じゃあ他にね、何をね、やったらね、いいのか、買うとね、その鉄道会社に貢献できるのかっていうところをね、ちょっと、見ていきたいなと思いますよ。よいしょ。それは、この後ね、話してきます。次回に続くかな。